皆さんこんにちは。ハンダ付けの真実をお伝えするソルダリングニュースのお時間です。進行は私谷中が務めさせていただきます。今回は前回のテーマである加熱に引き続き、ハンダ付けにおいて重要な要素であるハンダ、その中に含まれるフラックスについてお伝えしていきます。フラックスには2つの重要な効果があります。1つ目が洗浄、2つ目は表面張力の低下になります。まずは洗浄についての映像を入手いたしましたのでご覧ください。どうぞ。こちらは酸化した銅板で表面が赤黒くなっているのがお分かりいただけると思います。フラックスを塗布し拭き取っていくと、このように表面がきれいになっているのがお分かりいただけると思います。こちらがフラックスの洗浄効果となります。まずは洗浄の効果についての映像をご覧いただきました。金属表面に酸化膜があるとハンダがなじまないため、ハンダ付けには酸化膜の除去が必要不可欠です。次の映像ではハンダを濡れ広がらせるために重要な効果である表面張力の低下の映像を入手いたしましたのでご覧ください。どうぞ。こちらではフラックスが含まれてない糸ハンダを使用しております。フラックスが含まれていないとこんなにも粘度があるんですね。そこにフラックスを塗布していき、再び熱を加えていくと、このようにハンダが濡れ広がります。表面も光沢があってきれいになりましたね。表面張力の低下の映像についてご覧いただきました。フラックスの塗布前と塗布後では違いが顕著に現れていましたね。これがまさに表面張力の低下の効果だと言えます。以上2つの映像からハンダ付けにとってフラックスがいかに重要かということがお分かりいただけたと思います。今後も当チャンネルではハンダ付けの真実についてお伝えしていきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。